ですか？青木さんのは、はい、1990、私がムサビに専任として着任して2、3年後に作ったのがこれですね。この青木さんの、これともう一つ、これ同じ人物なんですよ。いいですよね、これ2つともね。紙を上げてもらって、なんかこれがその中で一番古い、93年かね。まあ先ほどお話ししましたように入試準備室でね、知り合って、その虚無補助だったもんですから、じゃあその時に作らせてもらったんです。なんかこう細面でこう顔の向きとか、そういうのがこう強くこう出てきて、そしてこうボリ頭のボリュームがなんかまたこうちょっと広がって、こうちょっとこう対比できてるって言いますか、細さとこう豊かさみたいなのが、だからとてもいいモデルさんですよね。なんか、そしてこう僕このまあいろいろ魅力的なんですけども、この男性の方もこれもこうなんかこう、これは うちの元助手、大体モデルになってもらう人はね、私の身近な友人だとか、まあ研究室の助手任期がもう終わった人だとかね、虚無補助だとかになってもらってること多いんです。で彼はもう20年ぐらい前の助手かな。これテラコッタ、テラコッタです。焼いてあるわけですね。焼いてあるんです。先生が一番こう思い出深いっていうか、そういうのはあるんです。なんか顔としてというか顔として思い出深い、それぞれもうあれあるんですよね。古いのはうちの息子が小さい時とかね。あれちゃん向こうのやつですか。そうです、片っぽのやつなんですけど、だから片一方でこういう彫刻箱だとか扉のような仕事をやっててましたからね。何年ぐらいっておっしゃいました、さっき。この助手、だから93年ぐらいの仕事だとぐらいですから、7年、最近もやられてるわけですね。だから27年間、30年近く。いや、ポツポツだね。本当にやっぱり箱とかいう扉っていうのは作業時間長いんですよ。対策、そう、自分がこういうものを作ろうと思って、で実際作業面がものすごく時間が長いんでね、やっぱり絵を描いたりこうするのと一つのものを作るのに時間が相当かかるんで、こう物を見てこうやり取りするもんじゃないでしょ、だからそういうものがやっぱりやりたいなと、こう片一歩で常にやったんですよね。それでデッサンしたりとかそれをやってたんですけど、で機会があれば首を作らせてもらったりしたんですけど、やっぱり制作に入るともう忙しくて作業の時間がね、とにかくなかなかこういう時間取れなかったんですけどね。これここにあるのがこれ私の娘なんですよ。これもなんかでもいいですね。これが2007年だったかな、確かそのぐらいの年にね、久しぶりでこう娘モデルになってもらって首を作ったんですね。やっぱり面白いんですよ。久しぶりに、もうなんていうんですか、そのモデルを見てこうやる時の緊張感っていうんですかね、こう原点でも原点とか、一番最初のあれも首ですもん。そうなんです。だからやっぱり物を作る、私にとってはやっぱり物を作るこう原点みたいな感じ思い出してね、これはやっぱり自分としては意思を続けたいなというふうに意識した作品がこれなんですね。それ以降
あの機会があればあのモデルになってくれそうな人に、だいたい年2点か3点かぐらいのペースで作ってきてるんですね。それぞれにこうその時々のこう何かがこう止まってって感じなんですね。これ金沢さんは、うん、ここの職員ご存知でしょ。金沢さんご存知ですか。ああ知ってます、知ってます。名前まで名前まではあの、あの知らなかったですけど、顔見たら分かります、ね、思い出されるでしょ、はい、だからこの人も退職してね、時間ができたからモデルになってもらえないって言ったらいいですよって、あの富松さんなんでどういう、富松さんはね、僕はフランス行く前だったんだ。富松さんと鈴木民康さんと二人同時に進めてたんですね、はい、ああそうですか、うん、で富松さんもこう、まあ、話なんかしてる時に相手のこう顔を見ながらね、うんちょっと だんだんこう最初はふさふさでしたそうそうそう、ね、今だいぶ後退してるんですよ、うん、すごく頭の形いいですもんね、うんうん、すごいな。なんか富山さんがね、自分でなんかこう自分がモデルになりながら、うん、自分を作ってるのを見て妙な気がするっていう、ね、自分のなんか兄貴にそっくりだとか、うん、まあなんかやっぱり血のつながりがあるわけですからね。そうね、うん、面白いですね。うんうん、あ、でもこの富山さんのもいいけど、娘さんのはこう一つこう形式じゃないけど、ここ何かのこう、うん、なんですかね、こう力強さがこう。形のこう何かが生まれそうなその方法が、あ、うん、なんかそんな、なんか力強さありますね。それと女性の場合はあの髪がね、うんうん、多様でしょ、うん、あのヘアスタイルいうんですかね、うん、面白いね。それは一つのそうです、ね、楽しさですね、うんうん、自分でそれをどういうふうに形に置き換えていくかっていうのを、うんうん、ああこれ見逃してたわ。これなかなかそう力強いですね。もう全てなんかそういうとこがあって見逃してるんですよ。あの 犬もあれは飼っていた、ま、ワンちゃんですか、ええ、これをここで見出したらすごいここに滞在時間長いですよね、ええ、それぞれの興味で見ていったら、うん、はい、そしたら、はい、はい、じゃあここからいいですね。 これは僕は最初今日ちょっと見えてなくて、この扉と同じ時期ですか。 そうですね。あ、何か道具、高いところのものをこう下ろしたり掛け軸をかけたりするようなとかそんな感じたり、人ですかね、このどこの、 その扉を見て思ったのはやっぱ僕はマティスだったんですよね。マティスのコリウールの開かれたフランス窓って、はい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 、本当に抽象的な、うん、素晴らしい作品ですよね、あれね、こうドアの鎧戸が開けてあって、うん、でただパッと見ると抽象にしか見えないんだけど、あの青と山吹色みたいなやつですか、はい、真ん中はねもうほとんど黒っぽい、黒の室内が、はいはいはい、あの見えるんですけど、うん、これちょうどこんな感じで鎧戸がこう開いちゃって、うん、あこっちに近いのかな、まあ、扉の、うん、まあ、これはあの線5本の線が入っていて奥行きではないですけど室内になってるんですよね。だからそういうその非常に正面性の強いこうまあ祭壇や絵画のあり方をこう、まあマティスはそれマドベをこうすごくそれにこう置き換えて描いたりしてますけど、それ感じたんです。この辺はこうやっぱりこれはこう他と少しまあ
さっきの版画じゃないですか、僕はまた少し違う印象を持ったんですけども、うん、これはね、うん、一つはまあ扉をいうあの、まあ、箱とのあの関係でね、うん、箱っていうのは蓋をこう開け閉めできるじゃないですか、はい、こう今は閉じてますけど、でその本来ならこれ日用品としては開けたり閉めたりしてその空間の変化いうものがそこであるわけですよね、うん、でそういう存在として扉もこう開けたり閉めたりする、はい、うんうん、だからそういうなんか日常の中にある日用品のようなふりしてるけど、そのまあ言ったら人間の頭部を作ると同じように箱を作ってその箱のふりしてるけど、これは彫刻、うん、扉のふりしてるけどこれ彫刻だっていう、うん、あこっちも彫刻なんですね、うん、彫刻なんです、彫刻なんですね、うん、まあそうですね、いやこれはね、こっちは彫刻とは こういう形小物だよっていうか、こうあの彫刻って表面と なんかこう何かをこう たこえてて存在してるっていうか、そういうことの一番究極はこういうことではないかって、うん、脇屋さんが言ってるような感じがこうして、うんうん、あのあいいですね、あそこかっこいいですね、あれ、うん、あのこの建物との関係かっこいいですね、うんうん、まあ そういう、こうなんていうかな、まあ、置き換えって言いますか、うん、まあ、大胆なこう彫刻に対する一つの意見って言いますか、そういうことがこう脇屋さんはこう言いたいのかなっていう感じです、うん、いや、知ってたんですけど、うん、そもそも箱を作り始めたきっかけはね、うん、これでしょ、そうです、こういうあのマイナスの空間ですかね、うん、牛骨なんかの骨なんかと、うん、まあ、ですこういうもっと大きい牛骨なんかを作ったんですよね、だから要するに骨はあの内部空間がこうかなり複雑に、はいはい、ヘンリー・ムーアなんかそれをテーマに彫刻作ってますからね、ええ、そういうことなんですか、ええ、そこからこの時も関心はあの下の、うん、あ空いてますよね、うん、スケッチも全部ね空洞が変わるなと思って、だからこれが一番自分にはこの頃から関心があったんです、あこれ本来ならここで終わりじゃないですか、はいはい、だけどここはさらにえぐってる、えぐってあるんですね、だからあこっちが作ってある、そうこっちに出っ張らしてあこっちをこうえぐってる、これがあのこの仕事の僕は一番のテーマなんですよ、これは彫刻のその表面このところはね、うん、でも彫刻を支えてるのはその中のこう、まあ、空洞っていうかその表面の中は以外は全部こうってのかな、まあ、こういう中身 その内容の空洞を抱えているっていうか、見えないけど、まあまあ、箱はそうですよね、そうです、それがもう極端になったのが箱なんですよね、うん、その箱の前にこの頭を作ったんですけど、これはまあ先をちょっとお話ししましたように、子どもの頭後頭部面白いなと言うんで、うん、後頭部なんか顔を作るとこちらの方にどうしても目がいってしまうんでね、はいはいはい、でここはもう空っぽにしてしまうと、うん、でこのマイナスのこうガランドの空間っていうのがこう関心が出てきて、まあ、究極のガランドを言ったらもう箱でいいんじゃないかと思い始めたんですよね、うんうんうん、でところが箱っていうのはやっぱり日常品の箱っていうのは、まあ、機能を持ったものがありますからね、はい、箱を木で作ると本当に箱になっちまうんじゃないかなと、彫刻とは見なされないんじゃないかなっていうふうにもう思ったわけですよ、うん、で逆に言えば彫刻を成り立たせる、彫刻を彫刻として成立させているものはそれと日常品との区別というのはどこでするんだろうっていうのはね、うん、なんかただの日常を使っている箱と彫刻の箱はどう違うんだとか、うん、だからまあとにかく考えても
なかなか答えは出ないからまずは作ってみようと思って作り始めたんです。すごいある意味リスキーって言いますか、 ただ箱を工芸の墓を作る人になったのかとみたいなことは やれるそうです。だからやってみ、見てね、うん、これはいかんという可能性は十分あるなと思いますね。ここにこう置いてあるのはこうその箱なんだけどこの空間とこう響き合ってて、ええ、心地いいですもんね。わあ、この作品好きだな。今やっと気がついたって感じですけど、うん、でもその辺のこうここはこう牧野先生の、まあ、新しい冒険といいますか考え方の、こうさらにそうか形にしていくっていうか、うん、そういうことがこう、その子供さんの後ろ頭っていうかからこう発展してきたっていうことです。とても興味深いですね。あのそれに関してここ薄い存在としての扉はこうそれは向こうに空間があるからっていうことですかね。ここのとこかな。蓋を、まあ、そのものただこのただの扉だとね、うん、何もなければ本当にちょっと素っ気なさすぎるなと思って、できるだけこう要素を少なくしようと思ってね、線を、まあ、線よりも線だとあまりに、なんていうんですか、ちょっと難しい、作るのも難しいと思ったので、あの棒にしたんですよ。で棒を5本なり7本、そこに入れてレリーフにしようという、うんうん、そういうことを思い始めたんですね。レリーフという レリーフ、はいはいはい、まあこう一つ扉を支えるこう薄い板だけじゃなくて支える要素みたいな感じもするし、その内容っていうかその扉の、まあ、レリーフのこう彫刻のこう持つ面白さも両方兼ねて、構造としてはあの扉なんですけど、うん、これレリーフとして作ってるんです。うん、はい、ああ、わかりました。こう、ロザンの地獄門とか、はいはい、ああいうところとかもちょっと関係あ、うん、まあ、あれは閉じてその存在自体になってますけどね。そうですね。これは開いて、もうちょっとこうレリーフ、うん、それと、まあ、展示の時はもう別に動かしませんけど、これ光の具合によっては閉じ方によってこうあの影の出来方が変わりますしね、そういう動く要素みたいなのも可能性としてあそこちょっとないところで動くんです。あ、そうですか。だからこの箱をもうここ開けたら、開けると中の空間があの見えますし、それによって周りに及ぼすその空間 の形が変わってきますよね。でそういう要素っていうのをこうレリー扉っていう形で やろうとしたのが これなんですよ。これもあれですよね、彫刻で動かすっていうか、まあモビルはありますけどね。だけどと、ね、まあ、もっとあの日常品のふりしてね、そこら辺の、まあ、その簡素なっていうか、その牧野さんの素描の文章の中に入ってる簡潔でしたっけね、そういうその素材を、こう求めるっていうか、でもその方が豊かになる、私はまあそう考えてる、考えていらっしゃるっていう感じで、その日用品の中にこうあるこうまあ、凝ったものじゃなくて、凝ったものじゃなくて何でもないものの中に、開けるとか、履くしまうとか、そういうことにその
まあ、彫刻の終わり方を求めてらっしゃるって感じですね。あれは箱を開けた状態で展示してますけど、はい、塊じゃない、いやだから中が空洞っていうの見えますよね。それからあの途中までこうつないで、まあ、これもそうですけどっていうか、さっきはこう、まあ、これ本当にその助手になられた頃の、これ最初のやつですね。最初のあの鉄の仕事、鉄をこういうふうにもう粘土みたいに作るってすごいなと思いますけど、まあ、小割りとかね、そういうのを固めてこう掘っとくみたいな、いやだから知らないということは恐ろしいことですよ。全然その鉄いうものがどういうものかわからないから、本当粘土のようにね使えばいいんだと思ってどんどんくっつけてたら、もう重たくて動かない。これ重いですよね。でもこう牛のちょっと肩の盛り上がりをこうちょっとこうね、あの溶接の面に、そうですよ、して溶接面をね、作業終わった時にここにポッと置いて休憩してて、そういうなんかなんとなくやってたのが、これそのままいいじゃないかなと思いましたね。ここにこれはこう、これは素材でこう集まって一つ牛を目指してるけど、はい、これはそのなんていうかね、溶接面っていうことをか、そうそうそう、こうその説明っていうか、そういう材、あのなんていうか一塊の別のものっていう、ところだけどまた牛に見立ててるっていうか、そこ複雑なところですね。面白いですよね。だからあの年譜にも書いたんですけど、まあ、彫刻をやろうと思い至った一つの大きな理由はね、あの、まあ、共通調査の研究室に金属工房が、まあ、できたいうことと、あの助手になっても絵を描こうと思ってたんだけど、せっかくこういう環境にいるんだったら、あの今しかできないことをやってみると、自分の絵画感も少しはあの刺激受けて変わっていくんじゃないかなという期待はあったんですね。で、まあ、こういう鉄をあの鉄で彫刻を作るいうことを始めたんです。だからこういうものもおそらく絵だとなかなかあの受け入れられなかったんじゃないかと思うんですね。こういうそういうものを置くのはね、置くのはね一直線ですもんね、あの時はね。だけどこういうことを通してそういうものを受け入れていくようなあのものが自分の中で出てきたんだろうと思うんですね。そうですね。そう、もう本当に一途だったんです。こう弓道的でしたけど、そういうこう、広がりっていうか、まあ使えるようになってるっていうか。あっちの鉄の方は少し後、この次がこれです。これあそこにもこう同じ要素だけど、もっとその牛骨は今度は対象として具象的に作り込んであるし、あの電球はもう製品的なっていうか工業製品みたいなね、感じで、まあ、ここで使ってたそのポンと置いたみたいなものとか、そこ、まあ、なんていうかな、全然次元の違うものを同一彫刻にこう放り込むというか、って感じですよね。そういうコラージュ的な絵で言うと、だから割に彫刻、自分とはなんか自分の本来のあれじゃないっていう意識があったのか分からないですね。だから気楽にできたのか、絵だとこうやっぱり自分の目指してるジャンルだからいう、そういう遊びは許されないんですかね、そういう気持ちが自分の中にあったのかも分からないですね。だからちょっと脇道それて遊んでみようかっていう、それがあのか、それが彫刻と絵画の差かどうか分からないですけど、絵画って描き出した途端に緊張感をこう、なんかこのそれはこうなんていうんですか、まあ絵描きのこう絵描きの絵だからそれは何かあるだろうみたいな、こう自分もそうだし、こう見る方もこうちょっとこうプレッシャーが来て、余裕が全然こう作業じゃないでしょ。作業じゃない、ないから、ええ、あ、そうなんですね、ええ、そうですね、そうそう、彫刻には作業の時間がかなりあるんですよ。そうですね、それがこう一つ何かこう
何かをこう入れ込む余裕の時間というか、それはあると思います、ね、常に絵だと一筆一筆がもうどうなるかわからないよう自分で緊張を強いられるじゃないですか。そうですね、またそういうもんですよね。ちょっとポッとやると違ってきちゃうし、ある意味では作業だとラジオを聴きながら、うん、高校野球を聴きながらの作業をしますしね、うん、だからちょっとその違うんですよね、制作のスタイルが。面白い。 そういうあの、まあ、両面でもその脇谷先生行き来できる、行き来し、彫刻と絵画的なことっていうのを、うん、こう行き来されてきたから、うん、そこのこう一つの立場っていうのはとてもこう独特で面白いと思いますね、うん、あのこ、箱、あ、この箱も面白いなと思ったんですが、こう木に見えるとこう木、そのちょうどいいぐらいの感じで木を描写したみたいな感じで作ってありますよね。作ってやるんです。そうですよね。枝じゃないんです。枝じゃないですよね。そう、これはその箱でシリーズでどれぐらいの、これがね6つ目ぐらいの作、あっちが最初のこう、そうです、これが一番最初です。あ、これが一番最初ですか。これで、あ、これで、あの、まあ、たなんとか可能性あるなと思ったもんで、うん、あの、あ、大きなやつを作った、あっちに行って、はい、あの一番向こう、はい、閉じたやつですね、はい、でその次に作ったのがこれです。開けてあるやつ、でもう一つ今回出品してないのが赤いのもっと後です。 あっちにあるか、はい、なるほど。まあ、ちょっと話が飛んでしまいましたけども、ええ、まあ、この辺のそのこれはだから不思議なことがしてあって、彫刻として枝が作ってあると、うん、で 箱の上に載せてある、うん、なんかいかにもなんか箱に、なんか整理してる時にバサッと置いた感じですよね、でもこう苔、こう塊の感じとはこうすごくこうなんていうのかな、線状のというかその全然違う質感のものをぶつけて対比されて、まあ抽象彫刻みたいな、側面もこう持ってるというか、まあ、その辺はあれですかね、意図された、それとももうちょっと果敢みたいなこうことで、一つにはね、箱のようなこうもう、まあ、決まりきった形ですよね、うん、6面、はい、せいぜい自分ができるのはプロポーションを変えるとか、あの長さを変えたり高さを変えたり幅を変えたりして、うん、プロポーションを変えるぐらいしか、もう初めから箱っていうんで形決まってるわけですよね。そういうのをずっと何年も続けてると、もっとこういろんな形を作りたいっていう欲求がやっぱり出てくるんですよ、で、まあ、これはだから一つはまあ、ジョークみたいなもんですよ、木で木を作るいうのはね。そっか、まあ、そうですよね、木で木を作ってる、いや、なかなか気持ちよく作ってあるので最初騙されてましたけど、枝だと思ってて、でも、そうするとこう、まあ、ここまで彫刻っていう、変な言い方ですけど、まあ、全体をこう感じるっていうか、はい、できことだな。それとこれはまあ一つはインスタレーション的な意味でね、今こう束ねてますけど、場所によってこれを前にこう並べてもいいし、これはそう、ちょっとそういう要素あるでしょ、要素を持ってるわけですね、はい、こう、まあ、だから箱だけじゃなくて少しそういうその周りの空間、なんかちょっと、少し、それ以外の要素を、入れてみたいなと思ってますね、はい、まあ、そういうふうに少しこう考えも広がってきて、これは何年ですか。これは、86年ぐらいだったと思います。相当前なんですね、
あっちの方のこうちょっとこうもうこう石室みたいな向こうですか、はい、ええ、あれはこうさもうちょっと後です、もうちょっと後ですね、ええ、となってくるんですね、うん、この頃はあの、うん、これが漆の88年かそこらでしょ、これ、うん、そうですね、88年、ええ、でこれが95から98、ずいぶんちょっと時間が、はい、10年ぐらい空いてますね。この仕事で初めて漆使ったんですよ。でその漆の作業の工程でこういうあの錆って下地の漆なんですけどね、これがあこの下地にはこういうものがあるんですね。で、でこれを研ぎ出して上塗りしたのがこれなんです。でこれをやってる時にこれこういう表情が見えてね、これすごく魅力的だなと思って、うそうですね、ええ、で次回はこれで作品に仕上げたら下がってみたいと思い始めたんですね。なんか深みのあるこうと何ていうんですかね、まあ、表面も奥行きもこう色の中に感じるみたいな、うん、ですね、質感がやっと面白いですね、はい。そしてここにこう発酵シリーズが98年とか、まで来て、そして僕この、この辺りは、お子様の成長に従って、そうです、これは子供と孫ですね、うん、一人一人、子供と孫、同じ人もいるんですか？同じ人もいます。これ赤ん坊の時で、はい、これは2歳ぐらいですかね。そっか、写真じゃなくてこういうふうに残ってるっていうのは これも同一人物ですけど、これよりもこれちょっと大きくなった。これは娘なんですけど、ほぼ同じ時期です。あの上の一番大きな、そうですそうです、あの小曲げの子なんで、ね、まあ、これは本当に身近にいるのをちょっとこう作ってみようっていう、でも常にこうやっぱりそういうこうその素描じゃないけど、その立体作るっていうのはやっぱ大事なんですね。見てたらこう作りたくなるんですね、うんうん、そこがやっぱり牧野先生のなんかこう本当に、そうか、まあどうしてもそういう時間が取れなかったらせめてデッサンスケッチでもと思って、うん、はい、これはまあ割と、新しいかな。まあでも娘さんあんなに大きくなってるわけですから、まあ、だから90何年、20年以上前ですかね、はい、この辺りは孫ですから、はい、子供の頭部っていうかね、子供の頭部、あ、こ面白いですけど、なんかこの頭に発見しちゃったけど面白さは何ですか、そのこの、まあ、あのさっきは後ろ頭の方、あれでしたけど、子供首細いでしょ、見てるとよくこの細い首でこの大きな頭ね、普通よりあのフォアランスイーターは大きいですよね。大きいでしょ、はい、なんかこうそれが大人とは決定的に違うところですよね。そういうところも面白かったね、うん、娘さんのやつも首が魅力的についてますけど、これもね、そうやって教えていただくと違って見えますね、うん、だから子供特有の形がありながらも、子供はやっぱりもう成人した時の顔の要素をもう持ってるわけですよ。だから、一般的な幼児特有の形と同時に固有の形両方を持ってるじゃないですか、はいはいはい、でそういうなのはやっぱりこの時期しかないですからね。あ、で子供の頃の形の変化っていうのは目まぐるしいですよね。あの 2,3 歳頃、ね、赤ん坊からこう、うん、はい、首が座って、はい、それから 4,5 歳の頃までの形の変化っていうのは、うん、ありますよね、ええ、そうそう、どんどん変わってきますね、どんどん変わってきます。だからその時の、 あの形やそれ面白いですよ、見てるとね。あ、そうですね、脇田さんがそれどういうふうに子供を見てるかちょっと今あ、なんかちょっと面白くなってきてないこの顔って思ったりして今のうち作っといた方がいいかなとか思われるかもしれない、うん、たかもしれないですね、うん、なるほど、はい、僕はこの犬のドローイング、あのデッサンすごく、うん、なんだろうな、形のあるものがこう絵として見れる喜びっていうか、
これもう年を取ってからですか。そうです、もう死ぬ半年ぐらい前からね、もう老衰でね、あのレトリバーこれ元沖なんですよ、あの、マスチフですか、うん、あ、じゃあ相当でかいですね、でかいですよ、それがもうだんだん腰がダメになるでしょ、犬は、ではもう散歩に行けなくなるから無理やりこう抱き起こして外に連れて行ってね、大変だったですよ、もう、最後大変ですよね、はい、まあ、こうやって、そしてこう、これ、まあ、あのとても面白いその箱のシリーズの絵画、あそこにあの初期の頃のあれ見た時には奥行きって言いますか、あの穴が開いてるなっていうのを、あの感じたんですけども、まああれから箱に、あの当該箱っていうふうに発展していってっていうふうな、このまあちょっと植物的な文様みたいなのは、これはね、まずあそこに銅の箱があったでしょ、はいはい、一番いい赤いやつ、銅緑色のあのエレベーターの向こう側に、エレベーターの向こう側に、ああ正面が赤いやつでこっち側にありますね、そうす、あの、はい、銅の箱を作った時にね、作る時にちょっとずつこう切り落としが出てくるんですよ、はい、銅の、はい、この四角い銅からちょっとこう切り込み入れたりするから、で切れっ端置いといてね、その切れっ端であの木をつないでいくような、はい、ここでこう、まあないかな、ここにはないんですけどね、これデッサン、はい、これ、はいはい、こういうふうにこうつなぐやつ、ね、これが銅なんですよ、まあこれ箱は実際作ってないんですが、アイデアとしてね、こういう仕事もあのできるなと思って、それでまあデッサン描いてみたんですけど、でこれを一つこの線を寄せ集めて、もっと葉っぱのような形になるんじゃないかなと思って、ね、そういう継承を作ってみようかなと、だから自分のアイデアを作る前に箱いうのは結構時間かかりますからね、だからちょっとあのどういう感じかなんていうで絵に描いてみたのが、まあ、こういうものなんです。とても絵画的な楽しみも見ながらですよね、こう抽象的な、何て言いますか、こう抽象形態が集まって最初こう、絵画になってるみたいな、もうギリギリのところまで箱だと見せない、でだから当然も絵の具を塗る、こう楽しみながらね、あの濃度を変えたりとかして、あのやってるんですが、まあその構想と、はい、まあ、絵画家の楽しみみたいなところですかね、はい、これは少し前の作品、そしてここに来て今回のその本当に、もうあのデッサンを見た時も驚きましたし、これが一番最後に、そうです、これが一番だって言いますか、あの最後ですね、まあ、最新作ですね、そうです、この辺りそのまたこう、脇谷先生のなんかこうすごい彫刻とし彫刻の冒険って言いますか、あれはこう、まあ、レリーフ的な感じもするけど、この壁に支持されてるっていうか、普通まあ彫刻は台座に乗ったり床にあったりするようなことから始まって、この中空な感じっていうのがやっぱすごく、なんか静かに彫刻に喧嘩を売ってるような感じだったんですけど、こっちもあの独立しているっていうふうな、こうその彫刻の存在感を、壁と親和性がすごくこう出てくるような、あのそのセッティングで、まあ、ちょっと似て、あの共通項もあるっていう作品になってるんですね、ここどういうその今 の, その先生、これはあの、先ほどもお話ししました背中、これどっちも背中がモチーフでしょ、でそれはあの正面よりも背中の方が、まあ、語り物自体が喋る要素が少なくて、こちらから形にしていかなきゃ形になりにくいもんだと思うんですね、で、そういうことから一つ背中を
作ってるんですけど、でこちらはあのバックっていうんですか、まあ、扉っていう名前にあのドアを開ける扉を開けるっていうのは、うん、あのまあレリーフ状にしたかったんですね。ちょっとこう半分飛び出して立体ですけど、こうでそこのこの足のところなんか見ていただければ分かりますように、はい、後ろに物があってのこの足の並び方にそこから出てくる空間っていうのは、僕は彫刻鉄の彫刻を始めた頃からやっぱり関心があるんですよ。あの牛骨の下の足の並び、後ろにこう、うん、牛骨のあの下の足、はい、足机の 足、机の足、それと後ろのバック言うんですか、はいはいはい、あの穴、洞穴のね、あの空間との関係みたいなのは、はい、あの昔からやっぱりそういうあの関心があったんですね、うん、物のなんていうんですかね、で彫刻っていうのは普通こう、まあ、3次元にこう、はい、置けば周りの空間が即彫刻の空間になりますけど、レリーフのように後ろに何かあった時にはそこでもうかなり条件が狭められるんですね、はい、ここ後ろに物彫刻の一部があるから、でそれと手前にあるもの、これはまあ厚肉のレリーフの面白さだろうと思うんです、うん、はい、そしてそれをもう一つ あのあれでは奥をくり抜いて、あれは奥にくり抜いてそちらの方がむしろ箱につながっていったんですけど、うんうん、今回はそう奥はくり抜いてない、くり抜いてないです、ね、だからその、はい、この手前のその隙間のようなものが、うん、こ隙間っていうとこう これです。ここは三次元空間、はいはい、でここは言ったらレリーフ、そうですね、ここの同居してるんですね、はい、うん、でこれをこうかかとから、かかとはこの台座からちょっとはみ出したのは、うん、あ、はい、うん、まあ、そういうなんていうんですかね、現実空間にこう台座の上の出来事だけじゃなくて、もう一つこう現実に半分は出てるような、うん、出てる、そう、台座からも出てるわけですね、台座から出てる、はい、出てます、3 4センチぐらい出てる、うん、こうその、彫刻たるっていうか、その彫刻のなんだろうな、あれ絵の看板、絵の額縁からちょっとはみ出たようなもんですよ、はいはい、ルール違反です。一回僕もやったことあるんですよ、自分のリトグラフで飛行機を描いたことあるんですが、まあ、幼稚ですけど、飛行機の翼をですね、枠、絵の枠から飛び出して、そのまあもう単純なことですけど、でも枠組みにこう収まらないようにして、うん、ちょっとこう、まあ、エネルギーをちょっとこう、うん、海外の中にだけじゃなくて、すごい出したいな、四角からはみ出てるわけですね、そうそうそう、うん、まあ、ちょっとに同じようなことをしてるんですけど、うん、まあでもそのそういったことをこう脇屋さんにさせるこう、この元の力って何ですか、なんだろうね、やっぱりレリーフとして収まってしまうと何か面白くなさそうな感じがして、何かちょっとはみ出る部分が欲しいような気がしたんですよね。あの、はい、こう現実にレリーフはこう壁にあったりして、そのまあまあ人がこう動き回っても絶対当たらないっていうか、まあそういうこうあれはあるけど、これは掃除のおばさんとやってたらぶつかって現実なものっていうか、まあ、彫刻がそうですけどね、彫刻がこうはこう そういうことがこう起こるけど、でそこら辺のまあだからそのもっといくと絵画っていうかもの と、うん、そう彫刻っていうか、そしてこう現実の狭間で、なんか存在させたいっていうか、うん、そこをまたぐようなまたぐようなね、うん、レリーフっていうのはあの不思議なもんで、ええ、彫刻でもないし絵でもない、なんかこう妙な空間でしょ、そうですよね、うんうん、まあ、ヨーロッパでねいっぱいその、って、うん、例えばレリーフだったらあの広大な風景でもこう
普通にこう作ったりしますけど、うん、現実にこう彫刻で広大な風景っていうのはなかなかできないですよね。できないですね。だからそういう意味では絵画 の,、うん、の何ですか、あのイメージのようなものを取り込みやすい、うん、あの、うん、方法ですよね。うん、だからそうですね。まあそういうことをこうやっぱり脇谷先生が、まあ、油も真剣にやってて、その中から彫刻っていう、彫刻をやる気もなかったけど、まあ、さっきみたいな話でせっかくアトリエができてしっていうところも含めてこう、またいだっていうか、うん、まあ、そういうところのこうまたげたから、でそれはこう一つの、その脇谷先生のその制作のスタンスっていうか、そ立ち位置をこう作ったような、なんかこう、うん、この話を聞いたこの脇谷先生の歴史と彫刻、その作品のあり方がなんかすごくこう結びついているような、うん、そして、まあ、自分ではあまり意識しないで、されなかったです、あまりしないんですけど、うん、そういうかもわからんですね。そんなことを狙ってやったら全然面白くないですよね。だけどあのそのグラフィック、あの版画のことを見たりしても、うん、本当に絵描き的な精神をしっかりお持ちだし、あの同伴見てもですね、うん、でその人の子がそのストロークっていうか、その初期の、まあ、彫刻に驚いたっていうことが、ええ、塑造の本当の基本的なその掴み方っていうか、その塑造のあり方に驚いたっていうことから出てきたこうタッチっていうんですかね、うん、それでこう彫刻が広がっていったけれども、でも、うん、絵っていう絵描きの精神はやっぱどっかにあって、それと何かがやっぱいや簡単に結びつけようとしてますかね、僕ね。ちょっとそれはまあ置いといて、こっちも見てみましょうか。これはもうすごい不思議な、あっちのね、これは何ていうんですかね、その予備作品っていうか、その あれがこう前もって作られた、はいはい、テラコッタでしたっけ、はい、テラコッタです、はい、あそこには顔があって、はいはい、まあ、寝ている、その眠りでしたっけ、これタイトル、眠る人とか、眠る人か、題名は僕その時思いついたもん、あ題名にはそんなあまり思い入れはない、僕もそうですけど、ね、一番最後に、あ、これですね、これ横たわるとかなんて言うでしょ、はい、これは少し前になるかな、横たわる、眠る人、眠る、うん、まあ、あちらの作品に作られたわけですよね、はい、であの時にはやっぱ独立して眠る人だったのが、これ見て驚いたんですけど、顔が、はい、壁についてるんですよ、壁にくっついてますよね。だからここで肩もくっついてるから、関係させてるって言いますか、まあ、ここに指示しているっていうか、それはこう、より一層こう背中っていうかが強調される、はい、レリーフ表現になったわけですよね、うん、で台座がなくて、まあ、絵画のように壁にね、壁に点付けてありますね、僕は静かに彫刻に対してね、アンチ彫刻のあり方をね、これでも彫刻だぞとか、彫刻足り得るだぞとかいう、なんかこう戦いを挑んでらっしゃるような、まあ風にも取ったりしたんですけどそんな大それたことは考えられませんけどね。いやなんか静かに黙ってそのことをこう最新作ではこう何て言うんですか、そういうこう自分の中のこう材料が揃ってきたっていうか、ここで
そういうことをこう投げ出していくっていうか、うん、ことをこれからこう僕はなんかすごい脇谷先生がされていくんじゃないかなと思ったりしましたけど、うん、いや自分としてはやっぱりもう少しこういう仕事はね、あのこの続きをやりたいなと、うん、あの思ってます、はい、であそこにマーケットでいくつかその、はい、まあ、僕はこう大きなこの木をやる場合やっぱり時間がかかりますから ね、 そうですね、少し小さなもんでやってみたり、あのこれはまあエスキースとかマーケットと言ってもいいんですけど、うん、最初はあの裏の草で作ってみるんですよ、うん、あのこの犬もね、一番右端にこのちっちゃく、はい、あ、犬、これ真ん中のやつですか、え、これ、これです、あ、これか、あの、あ、壁にこれレリーフ、アスニックのレリーフ表現の犬、こうここにね、やっぱり同じような、はい、そうですね、うん、ちょっとそういうものをか、あの犬を使ってやりたいなとか、いろいろこうプランはあるんですよ。で、まあ、これ今後少しずつやっていきたいなと思って、そう、ここにこう箱の上に、寝てるっていうか乗ってるっていうのを、はい、こうこれまた少しこう新しいあの内容が加わってるっていうかね、うん、箱に、うん、まあヨーロッパじゃあの棺桶の上にね、あの その人の生前の姿 を、 の姿を、あの棺桶の上に残すというのはありますけど、はいはい、そう、あのお墓のそのフォルムっていうのはとても魅力的だってしますよね人間が入る形ですから ね、 ね、そうですよね、うん、こう今この辺がこう新しい点、だから、ね、まあこうでスケッチでデッサンで変えてみたり、まあ、次の段階立体でこういうふうに少しこう作ってみたりね、うん、で ここだけをもうちょっとあの具体的に作ってみようとか、こういきなり大きいのを作る前に技術的にもどういう問題が出てくるかなとかいうのをこう少しやりながらね、うん、だからこの横たわる、うん、あれはねこういうふうにも考えてたんですよ、この箱を作ってその上にこう人間を乗っけて、うん、こういう展開もできるなと思って、うん、だからまあ結果的にああいう一つはああいうふうになったんですけど、これから先こういうものも作るかも分かりませんね、あの分かりました、てか僕はあのなんていうかな、今日あの進行しないといけないんで、何かに結果に結びつけないといけないんで無理やりその脇谷先生の意思をこう見ようとしたんですけども、制作ってその時のその前の前にある偶然のことでこうねそのそれが次につながったりね、そうですね、だからあのなんていうんですかね、そういうこうその腹積もりとかそういうことある場合もあるけど、でも そうじゃなくて、うん、こっちの方が面白いやっていうか、そういう感じの動きで、ね、ええ、行かれてるんで、まあそれ今僕が断定して聞いてもそう簡単にはそうじゃない、そうでもあるしそうでもないしっていう、うん、あの違う、まあ ねちょっと当人にはなかなかそれを うん、よくわからないですね、そういうふうに言われて、はい、わかりました、うん、でもここの2体があっちから見てとても印象的な、ええ、あのこう存在の仕方をしているのがこう、まあ、今回脇谷先生の手中を見に来た人は、うん、この1回でこうこの2点で驚いて、そして脇谷先生の歴史をこう堪能するという展示になっているような気がしますけどね、まあ、はい、まああのまあいくらでもこう、もうちょっと違うレベルでいろんな話した、うん、ちょっとすみません、僕も喋りすぎちゃって、あの赤塚先生とお話ししたかったのはね、一つは僕はやっぱりあの一時箱だとか扉とか行ったら現実の
具体的な形を借りない、まあ、言ったら抽象的な形ですよね。そういうものをしばらく作っておいて、うん、やっぱり自分はこうやっぱり現実の、まあ、具象的な形をそこになんかやっぱ仕事したいという思いが強くなってるんですよね、うん、でその頃から考えてるのはね、かといって絵画とか彫刻にはやっぱり抽象性だと思うんですよ、うん、美術っていうのは抽象が本質的なものであって、うん、でないと単なる説明で終わってしまいますからね。だから、うん、赤塚先生が以前はこうまず何もないとこから絵を描き始めるんだと、で絵の具をこうやってるうちに少しずつ描きながら考えていって展開していくという絵の描き方をされてるっていうのは前から伺って僕とはもう正反対の進め方だなと思って聞いてたんですけど、うんうん、この頃アナナザーマウンテンっていう作品あるじゃないですか、はいはい、あれでこう山の上に月のような形ができたりね、あのあたりはむしろ僕ちょっとお聞きしたかったんですよ。あれはたまたまそういうふうに見えるからそうなアナザーマウンテン、確か山の形してますよね、はい、だからそうなったのか、それとも山の上の形を描こうとしたんですか。それがこう本当に最初は思ってないですね。思ってなくて、うんでもなんかこう頼りになる、うん、形っていうのをなんか導入するようになってきてたんですよね、うん、だからそのあたりがね、どういう変化なのかなと思って、うん、僕はむしろ興味があるんですよ。それがはやっぱりこうまあ、自分の中いろいろ経験とかいろんな考え方あるんですけど、そこに向かそれを一枚の絵を描きながら引き出していくのは完成するっていうか完成すればもうできたんです、できるんですけども、完成その引き出すこと自体がとても困難で、出来上がるまでは何の手がかりもっていうかどこにも何の手がかりもなくて、うん、ただ画面を触ってるだけみたいな時間がずっと続くんですね、うん、苦しすぎるって言いますか、うんうんうん、でただでも本当に一本の線の強さの短い線が引けたとして、その線が自分にこう何か響くと、そこからわーっとこう形がこう導き出すチャンス、うんうん、まあ床に置いてある枝に見えるって思えただけで、うんうん、そこの空間をこう作っていけるっていうか、うん、まあ、そういう、 こう、うん、その一つの自分の中の指針が出てくるんですけども、うん、そういうものが見つかるまで本当に苦しいんです。それでずっとやってたんですけども、うん、ある、まあ、年取ってからですかね、例えばここ三角じゃないけど2本線引くと意味を持ち出すなっていうか、うん、1本ではまあ、ただの線みたいな、まあ、いろんなことは言えますけども、うん、僕の中では一本線をこう引いただけでは、まあ、それ線という実体だったり、まあ、枝に見えたりもするかもしれないけど、まあ、線であるけど、二本を持つと管に見えたり道に見えたりなんかこう橋に見えたりする、うん、そういうイメージがイメージが出るわけですね、うん、イメージが出るんですよね、うんうん、でそのイメージをただこう2本の線をこうやってたら山に なっちゃったんですね、うん、山と見立てると、うん、世界がわーっとこう、うん、その今までこうやって描いてたものが、うんうん、そうで雲に見え役目を果たしてくれるんですね、うんうん、でそういうふうにしてその世界を引っ張るきっかけがあると、最終的には途中で悩んでやってたことも全部その絵を支えてくれる、うん、一つの要素にどれも無駄なく なっちゃうなと思ったことがあって、集まっていくと集まっていく意味もなんか、うん、何かもこう支えてその存在させられると、うん、でだから僕の仕事はまあそういうきっかけを見つけて、その自分の中からのこう
まあ、何かと拮抗させたい、うん、先生も書いてらっしゃいましたけど、うん、目に前に置いてあるものと自分の絵を拮抗させたいって、うん、僕も自分の心の中 その 絵を見たい心と目の前の絵を拮抗させたいんですよね、うん、こう同じそういうものが見たいっていうか、ええ、その辺のところがその見えたことを響き合ったあの見えたことをこうちょっと後押ししてやっていくと世界がこう出来上がってくるんで、うんそれで作っていたんですけど、うん、まあそのきっかけをつかむのにちょっと四角や三角っていうか、うんまあ、それそういうのを入れ始めた千遠近法とかファーストが、ね、金策は入ったりしてる、まあはい、そういう感じでそのやり始めた、ちょっと楽に、うんまあ、自分の中にまあそのイメージをもたらすものが出てきてあ、まあ、ちょっと頼ってるんですけども、うんうん、例えばね、僕はあの年譜のとこで書いたのはあのマティスの僕もマティスはすごく好きな画家なんですけどね、バンスの礼拝堂 のタイル絵、はいはい、聖ドミニコ像でしたっけ、そう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 、あれ見た時には本当にしばらく立ち止まってしまったぐらいね、だけどあれがもしまあまあドミニコっていうのなくても人間やいうのは分かりますよね、人間の姿だったり、あれがだけどそういうものがなければかといってあれ表情も分からないし何も分からないわけですよ、ギリギリですよね、うん、ここじゃないですよねまあ、それ人型だっていうこと以上の情報は何もないんですよね、うん、なんとなくドレープがちょっと重そうな感じはありますけど、じゃああれを言って なんで僕自身があれの何にこう感銘いいなと思ってるんだろうと思ってもまあ言えるのはゆっくりこう引いた線、うん、ねナメクジが這うような線だとか、うん、それとタイル全面の面積との関係とかそういうものがいいのは間違いないんですけど。じゃあそれだけかっていうとちょっと違うんじゃないかと思うんですよ、何かの形が何かを思い出す、うん、なんか連れてくるやっぱり、ね、それが後押ししてるような、はい、そこに僕は具象美術のなんか大きな可能性って言ったら変だけどね、うん、何かをこう伝えるとかではなくて具象の持ってるこう具象美術の持ってるなんかこう力っていうのは何かを思い起こさせるようなうんなんかこうマチさんほんの不思議な作家であれですよね、抽象は一つも書いてない、書いてないですよ、ええうん、まあちょっと切り絵の時に多少ちょっとだけなんか感じあるかなと思うけど、カタツムリとか名前ついてたりするんですけど、だからまああれもカタツムリ見えるからカタツムリって、ねうん、でだからね面白いで、で僕ね思うんですけど、どっちからも今日の風景を前にして風景のタッチをうん、はいはいはい、行って僕がこっち側にいてこっちに脇屋さんがいるみたいな感じで、うん、抽象の方からも、うん、僕抽象、まあ、抽象的な作品を作ってますけど、まあ、抽象絵画かどうかちょっと分かんないんですが、うん、何かに見えるってことは、うん、やっぱり大事で、うんブロードモンドリアンとかああいうものを何かこう思わせたり、うん中小アースワースケリーなんかのシェプトキャンパスみたいな、うん、扇形のこういう分度器みたいなものもありますけど、うん、そういうものも、うん、なんかこう、そういう形がこう喚起するものがこうやっぱり後押ししてると思うんですね、うんうん、だからこうアルバースの四角も、うん、やっぱりどこかこう見たような少し何かを思わせておく、なんかこう、いるんじゃないかなと思って、うん、こっちから見ても抽象の方からのその作品から見てもそのただ単純に幾何形態 で、うん、で何も思わせないものはこうちょっとこう多分限界があるんじゃないですかね、うんうん、と
思いますけどね、うんうん、僕はやっぱりそういう意味でそのなんていうかなマティスのような画家っていうのは僕はその中間って変だけどね、うん、かなりまあ彼は具象画家でしょと思うけどそのいわゆる説明的なもんじゃなくてね、うんうん、その本当に現実の何かをこう思わせるようなこう片鱗は残しておく画家でしょ、うん、あの晩年の赤い、あの室内なんか壁というかもう、まうん、区別がないぐらいでね、うん、でそこに、はい敷物、うん、あれも生きたいものか敷物かわからないような、うんはい、だけどそれはなんかこう敷物でなかったらやっぱりこちらはなんか膨らんでこない感じするんですよね、うん、単なる色だけだったらね、うん、あのそうあの本当はそうだと思います、うん、もう、だからそこに何かを感じるある種のリアリティっていうか、うん、そのものその似た、形の何かその、うん、片鱗をこう絵の中から呼び起こさせられると、うん、何かそういうものが、まうん、そこ絵描きはそこを本当に多分、まあ、彫刻家もそうですけど、うん、あ感じさせないようにしながら感じさせる、うん、そのさらっと描いたみたいにして、うん、そこにすごい秘密をねたっぷり入れてそのなんかそういうふうな思わせ方をするみたいなことを、うん、なんか工夫してると思いますけどね、うんうん、あのフラットな塗りみたいにしてすごい、うん、こう壁いろんなこう光の差があるのをピタッと塗ったみたいに見せておいて、うん、すごくいい絵がこう、うん、あってそれがこうとてもこうなんかこうただ あのペタ塗りじゃなくて絵の具ただフラットに塗った感じじゃなくて空間がここに存在するように見えるんでやってやるとか、うんまあ、その辺がこう、まあ、マティスはこうやっぱりその完全抽象やってないけど、まあ、完全抽象っていうかどれが完全抽象か分かんないですけども、うん現実のリアルをそうですよねうまく入れ込んでやりますね、うんうんうん使ってるっていうか、うん、もうすごい作家ですよね、ええうん、僕は最初脇谷先生からセザンヌをすごく感じてたんですけど最後に来たら、うん、マティスをすごく感じてたんですよだから、まあ、まあそういったら失礼かもしれないセザンヌもマティスも僕は未だに、うん、年とともに凄さが実感できますね、うんうん、そうですよね、うん、今でも面白いし、うんまあ、すごい作家だと思いますねいや今日、まあ、またその何かの機会に、お話ししてほしいですけど。どうも、いろいろ ありがとうございました。どうも。こちらこそ。なんか、まあ、脇谷先生がもっと話したいことはいっぱいあると思うんですけれども、うまくこう、引き出せなくて、なんかちょっと結論じみたことを僕が先に言っちゃったりして、と話しづらかったかもしれないです。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。今日はどうも、ありがとうございました。じゃあ、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。